明慶学園中学校、高等学校は、茨城県筑波市稲荷前にある中高一貫校。国際バカロレア認定校。学校の略称は、明慶、MG、AC、IB クラスと、様々なクラスが存在している。スタディースキルズを合言葉に実践的な教育を行っている。ラグビーの競合校。経営母体は、筑波大学、東京教育大学。 図書館情報大学などの同窓会である、病警会である。現理事長は2007年11月30日に就任した西野虎之介。また、校長は令和3年4月1日に就任した宮崎敦史アカデミアクラスは2021年入学の中学1年生よりスタート。2021年度 AC クラスの募集人数は2クラスとし。 MG クラスの4クラスと合わせて6クラス構成となる。また G コース入試の生徒も AC クラスの試験を受けることにより AC クラスに入ることが可能。この場合、アカデミアクラス所属 G コースの生徒は英語の授業については抜き出しの別クラスで受講する。現在の高校ではまだ AC クラスは存在しておらず AC クラス解説は46回生が 高校1年生に進学する2024年度からとなる。2024年度の高校入試でもう1クラス募集し、高校 AC クラスは3クラス編成となる。中学3年間 MG クラスに所属していた生徒も、高校進学の際に選抜試験を受験し合格することで、高校 AC クラスに入ることができる。高校 IB クラス希望の生徒は、高校1年時には、 AC クラス、または MG クラスのどちらかに所属し、高校2年時から IB クラスに所属することになる。知性イコール遠回りする能力という、古代楽ッ彦の逸話をもとに、批判的思考力、創造的思考力、実装、実践力を伸ばすという指針を挙げている。難しく楽しいものこそ、間に学ぶ価値がある、という価値観を共有し、 現代にはびこるポピュリズムの波に立ち向かう真のエリートを養成する。そのために大人の文章の読み書きを身につけ、あらゆる分野を幅広く知り、その教養によって、さらにハイレベルで魅力的な読解や演習を行う能力を身につけ、間に知的な何でも矢を育てる。そしてそれを共有し、批判して高め合う空間を創造していく。 過去の偉大な数学者たちの功績を再発見するような流れで数学を学ぶことによって創造的施策を育成する。既存の定理や理論を論理的に厳密な視点で吟味することで批判的施策を育成する。見たことのないかつ考える価値のある問題の解決を目指して上の二つを往復し論理を再構成することで実装、実践力を育成する。 数学の持つ様々な現象のメカニズムを翻訳する自然科学の基礎言語としての側面を理解し様々な諸問題に数学的な視点で切り込める力を育てる。ありがとうございます。